おやすみ。そこまで警戒しなくても、オリーブの枝を手に東方古街まで来たのにお茶も出してもらえないとは心外だね。お茶なんて不要でしょ。ヒーローさんも私と同じ、言いたいことをダイレクトに言うタイプ。口先だけの挨拶なんて時間の無駄だわ。なら単刀直入に言わせてもらおう。君は最近私の古い友人二人を引き取って世話をしているそうだね。その件で忠告したいことがある。悪いけど東方古街は独立した自治体よ。中央庁やあなたたちとは一切関係ないわ。それは承知しているさ。だが君は自分の決断に納得しているのか。負け犬しかいない中央庁と民衆に支持されているこの私、どっちを選んだ方が有利かは言うまでもないだろう。あなたの陰謀が暴かれれば民衆の支持も一瞬でなくなるわ。欺瞞と詐欺で得た支持はいつかあなたに背を向けるでしょう。恐怖と偏見の力を見くびっているようだね。この二つがどれほど強いものか、東方古街の人間なら痛いほど分かっていると思ったんだが。お引き取りを。東方古街は絶対にあなたたちと協力したりしない。君は本当に何も分かってないよ。言いたいことがあるならはっきり言って。何？でもこれだけは言っておく。君が信じる仲間が君の甘さを打ち砕く悪い知らせを届けることになる。まあそのうちわかるさ。君の誤った決断が君を信じ君を頼る人々に一体何をもたらすか。隊長、いつ帰ってきたの？私もちょうどイエンファーさんを見つけて一緒に帰ってきたところ。ヒーローたちが私たちを追ってきたからここで追い返したの。伊達に東方古街のリーダーを名乗っちゃいませんからね。ウェンズーが不機嫌になるといつも周りの住民は窓を封じて中に閉じこもるんです。ジュンハング、また殴られたいの？そうそう、イエンファーさんが昨日何が起きたか教えてくれるそうですよ。先に行ってますね。まったく。さ、私たちもキーンに帰りましょう。私だってヒーローの言っていたことの意味くらいわかるわ。やはりヒーローが追ってきましたか。ありがとうございます、メンズーさん。あの人の誘いは断ったけど、一体何があったのか教えて。じゃないと中央庁と協力することはできない。わかっている。あなたは東方古街にとってベストな決断を下すだろう。今までのことを隠さずに教える。どうするか決めるのはあなただ。始めてちょうだい。アントネーワはずっと前からヒーローのことを危険だと思い、陰で彼のことを調べていた。そして数日前、
ある人気使いが突然リビングデッド化し、ヒーローはとうとう本性を現した。ヒーローは普通の人間が人気使い、または不死になる方法を探すと民衆に宣言していたが、それがリビングデッド化を意味するとは公表していなかった。民衆がヒーローに騙されないよう、アントネーワはリビングデッドの存在を公表しようとしていたが、昨日会場に来た時かなり弱った様子だった。私は何かがおかしいとは思ったが、理由は分からなかった。彼女は、ところが記者会見の最中、二人の民間人が演壇の前に飛び出し、アントネーワに助けを求めた。その正体は驚くべきものだった。モンスターだったの？いや、人間だ。ヒーローの実験でモンスター化したな。アントネーワさんのことだから手を出さなかった。そうだ、アントネーワはその二人を攻撃せず、手を握って怯えるなと慰めようとした。だがその瞬間、奴らの体から伸びた結晶の触手がアントネーワの心臓を貫いたんだ。人気使いは瀕死になるとリビングデッド化する。だからアントネーワの身にも異変が生じた。それも公衆の面前でだ。だから民衆は人気使いもモンスターだと思っているわけ。ふん、なるほどね。ヒーローの言う通りだわ。間一髪のところでアントネーワは最後の理性を振り絞って箱舟を発動させ立ち去った。私は会場に来る前、彼女はアンと戦っていた。その際、原力をかなり消耗したらしい。落ち着いて、隊長。ここで取り乱しても何の意味もない。アントネーヴァさんは今別の次元にいます。でもまだ生きているはずです。中央庁は必ずアントネーヴァさんを見つけてみせます。中央庁が把握している情報はここまでだ。これからどうするかはあなた次第だ。ヒーローはデビルになり、デビルが彼らを救うヒーローだ。実に皮肉な話ね。真相が隠されたままにするなんて、東方古外の道義に合わないわ。中央庁と協力しましょう。このままアントネーヴァさんを失うわけにもいかないし。礼を言う。では、あなたたちと隊長の秘密の計画も聞かせてもらえるか。隊長の任務スケジュールに若干不審な点を見つけたが、あなたたちから聞くまで待とうとアントネーワに言われた。彼女は本当にあなたたちのことを信じていた。隊長。今さら隠す必要もないわ。皆さんに伝えて。
なぜ俺なんだ。ここまでする？待ってるだけやったらつまらんやろ。こうしたら五行の陣を守れるし、酒も飲める。おもろい人とたくさん知り合いになったで。お、ジャーリアちゃんの知り合いかい？ええ、どうも。見たことない服だな。綺麗だね。ジャーリアちゃんの知り合いも美人さんだな。ありがとう。ちょっとお嬢さんを困らせちゃダメよ。でも本当に綺麗なお洋服ですね。どこで買ったか教えてもらえませんか？すみません、これは東方古街の友人に作ってもらったんです。その人、東方古街でお店をやってるので、住所を教えましょうか？本当ですか？お願いします。ささ、話はもういいだろ。お姉さんも一緒に飲もうじゃないか。まあまあ、一人で飲んでも十分うまい酒やろ。この綺麗なお嬢ちゃんはまだ仕事中や。おっと、なら仕方ない。すまん、頑張ってくれよ。ふう、助かったわ。東方古街の外でたくさんの人に囲まれるのはやっぱり慣れてない。どこで飲んでも酒は酒やもん。東方古街に移住してきた時もそうだった。すぐ住民たちと親しくなって、私よりみんなのことに詳しくなったの。いや、みんなめっちゃ親切やからな。おいしい手料理をいっぱいくれるんやで。ほんま、ええ場所に引っ越したわ。ま、どの人も先に弱すぎるっちゅうことだけが残念やけど。お酒の勝負なら大男が束になってもあなたにかなわないでしょ。ええ、東方古街に来た日に一緒に飲んだ人を全員潰したのよ。あの日以来、ジャーリアにお酒の勝負を挑む人はいなくなった。せや、隊長班はどうなんやろ。え？もうずるいな。これくらい平気よ。マスター、もう一杯ちょうだい。ジャーリアさん、お友達が。平気平気、いっぱい飲ませてあげよ。
うちももう一杯もらうで。あら、あのお酒は何？見たことない。今日くらい好きにさせたりや。ブラックゲート事件で五行の陣が発動して以来、メンズー班はちっとも休んでないんやから。おもろいからに決まっとる。うちはメンズー班みたいに責任を全部一人で背負うようなアホとちゃうんや。うちはな、責任っていうもんが大嫌いやねん。けどな、一人で無茶なことするウェンズーハンを見ると心が痛くなる。あの時はなんでかわからへんけど頭がカーッとなってオーケーしてもうてな、大変な時には少しでも助けてやりたいって心のどこかで思ってたんやろな。ま、一番の理由はおもろいからやけどな。なんもせんで見てるだけやったらつまらんし。ところで、隊長が協力してる理由ってなんや？聞き方を変えるわ。メンズー班のことどう思っとる？友達か？一緒にご飯を食べたり遊んだりする友達ってこと？そんでもってデートもするような友達っちゅうこと？そうやと思ったわ。やっぱ隊長班とウェンズー班は。あれまあ、照れることやあらへんで。隊長班もええ年やさかい、真面目に恋愛した方がええで。何の話をしてるの？隊長の顔が真っ赤になってるけど。メンズー班と隊長班の話や。変な人たち。ま、そんなことよりお酒を飲む方が大事よ。隊長、ジャーリアちゃん、例の件を解決したら毎日ここで飲みましょう。待ってる人がいるのか。ファンか、それとも恋人か。どっちにしてもリーローイン、お前相変わらずの人気者だね。
こちらは私の隊長さんです。一旦失礼いたしますね。できるだけ早く仕事に戻ります。おう、行ってらっしゃい。すみません隊長さん、お待たせしました。弁護士の仕事は一段落ついたので、パトロールに行きましょう。もし喉が渇いているようでしたら、事務所に冷たいお茶がありますので、先に飲んでからでもいいですよ。待って待って、まだ行かないで。おはようございます。そんなに急いでどうかしましたか？お兄ちゃん、早くエルビを助けてあげて。今はお兄ちゃんしかできないの。はい、わかりました。助けに行きましょう。あ、違う、怪物じゃないから神器は使わないよ。エルビの弁護もお願いしたいんだ。捕まっちゃったから。弁護？捕まった？何があったんですか？万引きをしたと疑われて閉じ込められちゃった。無実であると証明しないと訴えるって言われたの。わかりました。弁護士としてですね。よし、すぐ事務所に戻って弁護の予約手続きをします。ただとても忙しいのでしばらくお待ちください。待ってるお客様の対応が済んだらこちらから連絡します。でももう時間がないの。先に私の友達を助けてもらえない？お願いします。でもそれはよくありませんね。考えてみてください。もし割り込みを許してしまえば、ちゃんと待ってるお客さんたちに申し訳ないでしょ。本当にお急ぎでしたら他の空いている弁護士を紹介しますよ。許可する。その子を先に助けてあげなさい。え、いいんですか？いけないことはないだろう。もう少し機転を利かせて。神器使いはこの町を守る大黒柱だから、少しくらい便宜を図ってやるのは当然だ。はい、わかりました。おじさん、ありがとうございます。礼儀正しい子だね。よし、抱っこしてあげよう。では、とにかくエルビさんの件は引き受けました。ミイラさんは急いでいるようですし、パトロールは後にしましょでしょうね。you
これかしら。何が欲しい？またお越しになって。わかりました。わかりました。位置につきました。見てください。ミイラさんの情報によれば、あそこのおじいさんがエルビさんを訴えようとしている人です。この町のロックンロール博物館の館長さんです。閉じ込められていますからね。あのおじいさんはエルビに3回公開審判会で自分の無罪を証明しろと要求しています。はい、オールドストリートでの習わしです。3回審判会を通して公開審判を行います。解決できない場合は裁判所や仲裁委員会のようなところに移されます。なのに1回目の公開審判で彼女が暴れて館長さんのヒゲを切ってしまったそうで、この町のもう一人の人気使いウェンズーさんに閉じ込められました。
私たちの番です。王の女神テミスの名のもとに全力を尽くしましょう。わしにもう一度あの日のことを言わせてもらう。あの日の午後、わしは自分のコレクションを整理していた。じゃが年のせいか、ケースに入れていたあの貴重なギターのチップをフロントのカウンターに置きっぱなしにしてしまった。思い出して取りに戻った時はもうそこにはなかった。たったの2分で消えてしまった。その時エルビのやつが出口から出て行ったのをこの目で見た。その時彼女に取ったかと質問されましたか？もちろん聞いた。なのに私は人探ししてるから忙しいんだと言って逃げた。町のみんなと協力してあいつを捕まえた時にはもうチップはどこにもなかった。ふつつかな質問で申し訳ありませんが、館長さん、そのチップはどれだけ高価なものでしょうか？普通の人にとってはただのチップじゃ。でもロックのファンにとってはあれは貴重すぎるもの。金では買えない代物じゃ。あれは伝説のロックンローラーエベレット・モンスの遺品じゃ。こうも簡単にあの小悪魔になくされてしまってはいたたまれないのじゃ。では盗んだのが彼女だという証拠はありますか？直接は見てないんじゃが、通行人や向こう側のお店には聞いた。その間に店を出入りしたのはエルビーあいつ一人しかいなかった。あいつの他に誰がいるというのじゃ。それにこの小悪魔はいたずらや悪事を働くことで有名じゃよ。館長さんのお気持ちはわかります。ただそれだけでは証拠になりません。エルビさんがお店を出入りしたのを目撃しただけでは証拠にできません。エルビさんがお店に入った後、チップを取ったという証人や物的証拠がないとダメです。でなければ誰か他の人が窓から侵入したり、お店の中に隠れていてチップを盗んだ可能性も考えられます。それにエルビさんがいたずらで有名な件、もちろんそれで疑いたくなるのはわかります。でもそれはあくまで主観的なことであり証拠にはできません。それはじゃが今は疑いのあるやつはエルビしかいない。現時点ではあいつが犯人に違いない。はい、おっしゃっていることはわかります。しかし彼女は容疑者であって犯人ではありません。館長さん、現在最も大きな問題は証拠の不足です。ですからご不満を持たれるかもしれませんが、私はエルビさんの無実を立証しなければなりません。何か決定的な証拠が出てくるまでは。あんたの言う通りじゃ。しかしわしらはもう何百回と探したが他の証拠は出てこなかった。シャーロック・ホームズだと自負するのならわしの博物館に来て探してみたらどうじゃ。
位置につきました。なぜ俺なんだ。なぜ俺なんだ。おそらく、うん、違う違う、そうじゃない。でも第3回、つまり最後の公開審判会がもうすぐ始まります。まだエルビさんが無実だと証明できる証拠は。エルビさんが訴えられようが関係ありません。私が弁護士の仕事を始めた時からあの子がいたずらで有名なのは知っていました。ですから疑われても何もおかしいことではありません。むしろ訴えられてお灸を据えるのも悪いことではありません。でもそれはエルビさんが本当に悪いことをしたために受ける罰でないといけません。それが正義です。でっち上げの罪で処罰することは不正に当たります。エルビさんのような方でも正義のために彼女を弁護します。もう一度オールドストリートに行って何か見落としたことがないか調査すべきかもしれませんね。お兄ちゃん見つけたよ、あのギターのチップ。何、見つけたんですか。どこで。ここは旧宿の怪物占領区でしょ。ミイラさん、本当にチップがここにあるのですか。本当です。オールドストリートでチップが盗まれた後、黒い人が博物館の窓からこっそりと出て行ったのを見たって聞いたから、その人のことを追ってここまで来たの。なるほど。つまり容疑者はここに来て、そのチップをここに隠した可能性があるんですね。でもここは広い。どこにあるんでしょうね。あ、見て、あの建物の窓に穴が開いてる。うん、確かに。それに穴は新しいから容疑者の残した痕跡かもしれませんね。とにかく見に行きましょう。しっかりお守りしますが、気をつけてくださいね。行きましょう。絶対に引かないぞ。剣を抜け。
了解しました。僕には守らなくてはならないものがある。わかりました。はい、死後の剣。わかりました。初心を忘れずに。了解しました。行きましょう。はい、死後の剣。サポートありがとうございます。行きましょう。サポートありがとうございます。了解しました。僕には守らなくてはならないものがある。わかり。死後の剣。絶対に引かない。剣を抜け。了解しました。サポートありがとうございます。死傷者が増えなくてよかったです。見つけました。これですね。これだ。やった。本当にここにあった。戻りましょう。今なら堂々と第3回の公開審判会に参加できます。決定的な証拠を手に入れました。なぜ俺なんだ。位置につきました。ウェンズーさん、おはようございます。ウェンズーさん、お久しぶりです。お元気ですか。ウェンズーお姉ちゃん、取ったばかりのお花だよ。これあげる。ありがとう。大切にするわ。
の子たちのためにも東方古外を私が必ず守ってみせる。おやおや、珍しいお客さんですね。いらっしゃいませ。あなたの店で買い物をするつもりはないから。ああ、これはこれは隊長様。中央庁の給料はなかなかいいんでしょ。あなたは普段あまりお金を使わなそうですし、骨董品に投資をしてみたらいかがです。そう、投資です。この瓶を見てください。何千年も前、突然消滅したあの神の国から伝わる唯一無二の品です。骨董品を買うという話ではなく、これは未来への投資なんですよ。いかがですか。ためらうことはありません。人生でたった一度のチャンスになるかも。純半グあら、ラゲツちゃん。ひどいわね、純さん。お金を払う気がないならそう言えばいいのに。ベンズーさんの手を借りて殴らせるなんてどういうことかしら。何をおっしゃる。お金を払う気がなければ私は素直にそう言いますよ。ベンズーは宝物の修復を依頼に来たのです。殴らせたわけじゃありませんからね。あなたが一人であの古書を解読できるわけがないと思ってたけど、ラケツちゃんに手伝ってもらってたわけね。まあ、私はプロじゃないですからね。お金持ちの御令嬢にして見聞の豊かなラゲツさんにはかないません。この人が隊長ね。私はラゲツよ。宝物鑑定士で修復作業も請け負ってるわ。この前ジュンさんが持ってきた古書を修復したのも私よ。2ページほど抜けちゃいましたけどね。ちゃんと破片を回収しなかったあなたのせいよ。とにかく修復に役立つ手がかりがないかと思ってやってきたの。抜けた2ページのことも気になるし。来てくれたのはありがたいですが、私の足元をすくうのはやめてくださいね。あなたに騙されそうになるお客さんのためにお宝を鑑定するだけよ。価値のない石をお宝として売り出そうとするなんて悪徳商人ならではの悪行ですもの。何が宝物かは人によって違います。ただの石でもあるお客さんにとっては価値の高い宝物になり得るんですよ。まあいいでしょう。どうせあなたは信じないでしょうし。はガラクタよ。あなたがどんな言葉で飾ってもお宝にはならないわ。はいはい、そこまで。ラゲツちゃんはこれから用事があるんでしょ。ええ、そうよ。ここで長居してる場合じゃないわね。じゃあ先に帰るわ。隊長、くれぐれもジュンさんに騙されないように。いい子ね。私、話のわかる人が好きよ。じゃね。どうだった？東方古外の感想は。
私が尊敬されているというより、みんなが東方古外に感謝してると言った方が正確かも。大勢の人々にとって私たちは一種の集団よ。先住民も移住してきた人たちもそう。東方古外には外の世界で居場所を見つけられない人間が集まっている。排斥されて敵視される苦しみが分かってるから、社会から排除された人間を受け入れることができるの。バラバラで団結力がないように見えるけど、どんな人間でもここに来たら受け入れられるし、人権も尊重される。だからここの住民たちも皆、自分を受け入れてくれた東方古外に感謝してる。おじい様と比べたら私はまだまだよ。でもいつか私は東方古外の医師たちを団結させる人間になりたい。位置につきました。校内を探しましょう。近くにいるはずだから。何か悩み事でも？今日は嫌な人に会うってお星様に言われたから、ここで隠れることにしたんだ。言っておくけど、嫌な人はウェンズーさんのことじゃないよ。へえ、あなたもたまには頭を使うんだね。確かに褒められる点はないわね。二人とも仲がいいわね。ルルと付き合ってまだ日が浅いからわからないかもしれないけど、この子っていつもこうなの。相手が親しければ親しいほど、この子の毒舌レベルもどんどん上がるわ。純半宮に聞けばわかるわ。ルルが東方古外に来たばかりの時、あいつはルルの高嶺の花の美少女のような見た目に騙されて、
万想亭でバイトをしないかと誘ったのよ。ルルに召喚された隕石を当てられて気絶した。ま、あの日以来誰もルルをからかわなくなったから、純犯軍の犠牲も一応価値があったわね。隕石を当てたら頭が良くなるよ。やってみる？そうだ、ルル。このまま高校エリアにいても大丈夫？平日は結構騒がしいでしょ？平気よ。通ったことならある。でも短期間だったし、特にいい思い出なんてない。おじいちゃんが学校から連れ出してくれてよかった。学校なんて大嫌い。あの子はここにいても不愉快なことしか思い出さないわ。ルルは個性的だし、人のペースに合わせて自分を変えたりしない。学校で何があったのかは大体想像がつくわ。いえ、謝らなくていいの。確かにあの子も最初は普通の学校生活を体験したかったのかも。けれどその経験があの子に残したものは、怒りというより残念な気持ちといった方が正確かもね。ウェンズーさんの計画うまくいくと思う？失敗するって星座占いに出たと言ったら、それでもあんたは何とかしたいと思う？やっぱり似てるね、あんたたち。ベンズーさんに頼まれた時、私言ったよ。未来は全部決まっている、何をしても変えられないって。でも何もせずに最後の日を待つなんて人気使いらしくないってベンズーさんに言われた。理想主義者って考えの甘いおバカさんばかりよね。でもウェンズーさんは大人で頭も良くて、最悪の可能性を全部考えた上で最善の結末になるって信じてるんだよ。その結末になる可能性がほんのわずかでもね。だから私協力することにしたんだ。理想主義がこの世界をどこまで導いてくれるか見てみたいから。隊長、この世界の運命について星座がどう言っていたか知りたくない？さっきの言葉は本気だったんだね。覚悟を試しただけだよ。あんたなんかに教えるわけないじゃん、バカ。レンズーさんの仲間として一応合格ってことにしてあげる。
よ隊長、ついてきて。様の言う通りだ。先住民と自称するこいつらは公開都市の官だ。そうだ、こいつらはとっくに魂を中央庁のモンスターどもに売ったモンスターの共犯者だ。公開都市から出てけ、モンスター、モンスターめ。恐怖に支配された人間は本能に従って意志を排除し弱者を踏み潰そうとする。これが人の本性よ。安心して、十数年前東方古外には同じような危機が訪れたことがある。その時と同じように対応すればやるべきことの方が分かる。ウェンズ、戦闘力のない住民はすでに避難済みです。自警団も6班に分けました。暴動の状況は？5つの通りが占拠されましたが、まだ死傷者は出ていません。5つの班を派遣し、それぞれボートを鎮圧させて、残る1班は避難所の外で警戒を続けて民間人の保護と救助に回して。ええ、おじい様がリーダーをやっていた時の話は、あの時公海都市は金融危機に陥っていて、多くの人たちが破産して一夜で全てを失ったの。人々はやりどころのない怒りと恐怖に駆られ、東方古外に襲撃した。恐怖に駆られた人間は、責任を取るスケープゴートを探すの。嫌われ者の私たちは、うってつけのスケープゴートだった。やはり、偏見と恐怖の力は、変わらないものね。おやすみ。